ランツハイム歴1145年、最小主演罪とは女王イブリンを暗殺、王位を簒奪した。国を脱出した王女ルゼフィルダは、主演罪と率いる北部軍に抵抗すべく、領主アレックスが立ち上げた南部軍に迎え入れられた。かくして北部軍と南部軍は激突し、国を二つに分けたランツハイム内戦が始まった。人間は千年前の過ちを再び繰り返そうとしているのか。その時俺はまだ何も知らないガキだった。現実から目を背けたかっただけなのかもしれない。生意気な小娘め、どうせお前は。なんで人は争うの？相入れない正義が衝突するからだろう。なんだか俺の方こそ化け物のようだった。私はジュトを信じるから、ずっと約束する。くそ、なんでお前なんだよ。ゼフィーを必ず助けるんでしょ？そうだな。でもゼフィーは俺を受け入れてくれるかな？ジュトはバカな男です。あなた様の心までは守れなかった。だから私が守ります。もうすぐよ、終焉を告げる盛大な宴を目にすることになるわ。止まっていた時が動き始めた。殻を破って飛び出した先には一体何があるのだろう。言葉もなく濡れた瞳の最下肢と世界の関係とは一体何なのか。自分は一体何者なのか。人は復讐と犠牲の連鎖を断ち切ることができないのか。記憶と運命と愛が世界の存亡をかけ複雑に絡み合う。貴様、この世界を崩壊させるつもりか？そんなに世界を救いたければお前が犠牲になればいい。ダメよ、もうやめて。私はジュトを信じるから、ずっと。みんな俺は信じるか？俺自身が信じられない。愛が世界に牙を剥く。マグナカルタ2。その時は俺を殺してくれ。